ス上持ってきた。ぶんちゃんおいで、開封しようやね。下でね今のんびりしてる。ぶんちゃん、ぶんちゃん来た。ぶんちゃん開封どうかし、ぶんちゃんそれ開封するドギーボックスね。ね、ちょっと早めのプレゼント嬉しいね。やぶん開封。お、赤い、赤だね、ぶんちゃん。先に、あ、先に開けてる。何そのおもちゃ。おもちゃ先開けてる。それなんなの、ちょ、ネイジャにさ見せてくれないの。これはね、お、なんかクリスマスっぽいね。これ何、ぶんちゃん。これ多分スティックだね。チンアナゴに見えなくもない。なんか音が鳴るとこがあるよ。3箇所ある。ほら、1本、2本、3、ほら、悲鳴3兄弟じゃん。めっちゃ欲しいね。ちょっとタグ切ってくるね。タグ、タグが長いからね。ぶんちゃんタグ切ってよ。おそり、おそり、嬉しい。いくよ、キャッチだよ、キャッチ。ね、ぶんちゃんが何とも好きそうだね。ぶんちゃん破壊しがいがあるおもちゃよりね、こういう小物系のおもちゃが好きなんだよ。あの大きいさ、硬いロープとかより、あと硬いボールとかよりね、こういう音が出る小物系が好きね。だからさ、壊れたおもちゃをさ完全な修理をしない間にぶんちゃんがさ続々壊すからさ、なんかいつか暇な時にさおもちゃをあのキメラみたいに合体させての直そうと思ってるんだけど、恐ろしいキメラができそうだね。もうシャンパンでしょ、アザラシでしょ、変な音が鳴る発生器官でしょ、そのチンアナゴ3兄弟でしょね。重い重いにちぎってる。あの袋の中なんか入ってんのかな。どうどう、じゃあ音の鳴らし方下手なんじゃない。あ、鳴らした。なんか徐々に出てきてるくない、そのそのなんだっけ、棒、 C の形の棒なんか出てきてるくない、そういうもんかな。ちょっと、あ、出てきた。あ、これ袋から出せんの。あ、一部くっついてんだ。もう 100ちぎらせられるやつだこれ。うん、すごいぶんちゃん、一気におもちゃ3つ増えたじゃん。その袋は、あ、ちぎれた。今ちぎれた音したよ。かわいいのもらってよかったね。まだ紹介全然終わってないけど、ちょっとうっすらね。いや、ぶんちゃんがちぎり回してる間にちょっと紹介しようかな。あ、気になるの？ね、今回は拙者カメラもあるからジャーキーとかめちゃ紹介できんじゃんね。クリスマスだよっていうことでね、クリスマスカードみたいなの入ってた。で、中がこんな感じで紹介みたいな。あ、今回何入ってんのかというと、クリスマスのおもちゃ、クリスマスのぴったりのおもちゃ、甘いキャンディーケースにワンちゃんも大喜び。キャンディー、あ、キャンディー剣、キャンディー剣、これキャンディーのあれなんだね、杖かと思ってたわ。見て、そこでキャンディーはね、もうギタギタですよ。ちょっとぶんちゃんが暴れだしたところで、次ターキース、ターキースジ、あ、決定的瞬間捉えた、ちぎりましたよ彼、キャンディー剣を、ね、
ターキー、はい。もうベンちゃん、ちょっと13万人の登録者数がいる。あ、気づいたの。じゃあベンちゃんが興味を示したところで開けみますか。おお、すごい。ベンちゃんまださ2個しか中身見てないんだけど。じゃあちょっと途中で来たから。これなんだ、これなんだ。ベンちゃん、ベンちゃんも気になるね。何からベンちゃん食べたいの。ね、袋もおもちゃって認識してるわ。飽きた。キャンディー剣が好きだね。袋も好きだね。そこで袋をちぎってる間にね、ちょっと紹介していきます。これがクリスマスホリデーパーク。なんか魚かな、これもしかして。熱々胸たぶしかな。胸たぶしってなんだろうね。ちょっと読み方間違えてたらね、まあごめんって感じ。原材料名胸たカツオだね、多分ね。これも 無添加だぜって感じですよ、ぶんちゃんから。じゃあ次はね、ぶんちゃんがあれでね、夢中になってる間にね、この三角形の可愛いやつ、ほら、三角形の可愛いやつね、しょっぱなか邪魔していくスタイルよ。ぶんたくん、ねえ、ぶんたくん、ねえ、見せてよ。一応ね、お仕事だよ、ぶんちゃん。ね、見せてよ。はい、可愛い三角形のね、なんか可愛いのが来ました。これはミニミニバハイ、バハイ、馬のハイかな、まあ、文字通りって感じ。原材料名馬のハイだね。すごいね、ちょっとこれは接写しがいがあるんじゃない。なんか今見えないけど。で次、これさっき見たね、これさっき見たよ。ターキー羊だよね。ね、めちゃ言うこと聞かない犬が印刷されてる。ポケティーノ、ちょっと欲しいな、ポケティーノね。三兄弟引き裂かれてる。あとね、ちょっと中見ていこうね。脂肪が少ないため太りやすい体質はダイエット中のワンちゃんにおすすめ。アイム天下だと。ほう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 。でっこい、何なんだ。原材料名は七面鳥筋。七面鳥筋だってよ。聞いてる？またカーペットぐちゃぐちゃにしてるけど。ね、我が家のカーペットほんとさ、劣化が早いんだよね。分体が掘りまくるから。至るところがなんか、すごいすごい。プレゼントでもらったものを足毛にする男。分体。ターキー筋も足毛にする男。じゃあおもちゃじゃないかね、それ。聞いてる？あとで姉ちゃん開けるからね。持ってきて姉ちゃん。持ってこないの。それもあとで姉ちゃん開けるからね。それもあとで開けるからね。でそろそろさ、じゃあジャーキーたちの紹介に行く、文ちゃん。文ちゃん、行こう。見て、もう天才犬だから。じゃあね、文ちゃんがそろそろね、よこせって言ってきてるから。ジャーキーたちの紹介に入ろうね。最初に文ちゃんこっちにする。初めてのさ、この魚系ジャーキーじゃないね。ちょっとさ、マット行ける、文ちゃん。マット行ってもらってもいいですか。マット行ってね。マットはあそこです、文ちゃん。じゃあ分かった、それとりあえず先に出そうか、これね。ね、ブンちゃんはね、もうキャンディーケーンとこのカツオで頭がいっぱいいっぱい。うわっ、すごい匂いするよ、これ。カツオのね、すごい匂いがする。
ちょっとこんな感じ、後でねもう一回ね撮るんだけど、すごいいい匂いする、かつお節みたいな。ぶちゃん、はい、マット行ってくださる？マット行って。もうね、決して自分は間違ってないというね気持ちが伝わってくるね。ぶちゃん、ほら、いいとこ見せよ。マット、マット、マット、マット。あ、大丈夫？こけたの。よし、じゃあね、はい、じゃあレビューしていきましょうね。じゃあまずこちらカツオちゃんなんですけど、はい、おさらいして、先にね、ぶんちゃんの前にね言葉が喋れるんで、私が一口食べようと思います。結構ね硬いけどね、ガリゴリって感じじゃなくてね、なんか筋的な硬さ、うん、カツオ、舌噛んじゃった。カツオはね、なんかカツオ感じるよ。うん、カツオだから。じゃあめっちゃ食べようか。いくよ。じゃあキャッチする？手で食べる？めっちゃんさん、レビューをよろしくお願い。いて、どうどう、こちらどうですか、お座りしますか。よこせと言っております。ぶんちゃん、初お魚ジャーキーお気に召したみたいですね。じゃあぶんちゃん、はい、どうぞ。いいよ。おいしい？美味しかった？ね、真剣な目で見つめてる。ほら、今ね、このぶんちゃんの目線の先にこいつがいる。じゃあぶんちゃん、次馬の灰行こうか。この三角形の馬の灰、馬の灰っていうのかな。ちょっと開けるから待ってね。初めて食べるね、馬の灰。ぶんちゃん、馬肉はね結構食べたことあるよ。セレブリティ犬だもんね、ぶんちゃんね。あ、開いた。馬の灰、おお。馬の灰ってこんな感じなんだ。ちょっと出すね。馬の灰は、ぶんちゃん待ってね。こちらです。ちょっと手がぶんちゃんのベロでベロベロなんだけど。ちょっとじゃあ先にちょっといただいてみましょうかね。この馬の灰いただきましょう。え、おいしい、おいしい。馬の灰こんな味するんだ。なんかなんだろう、おいしい木みたいな感じ。わかんない、言葉にするのは難しい。ぶんちゃん食べてみよう、とりあえずレビューね。ぶんちゃん、馬の灰いる？いるね。食べてみて、どう？結構サクサクだよね。おいしい？お手する？お手 しとく？お手、おかわり。結構お気に召したみたいじゃん。はい、ぶんちゃん、お座り、お座り。美味しかった？はい、馬の灰美味しいね。これ結構ね、なんかおつまみにいいね。いや、おつまみにいいって、もちろん取らないよ、そんなには。うん、ね、じゃあ次、この次こちらのね、ゆうこと機関犬がね印刷されてるターキー筋いきましょう。ターキー筋、ね、本命じゃん、ぶんちゃん本命ジャーキー。ドギーボックスさんはね、ほんとね、いいよ。何がいいってね、動画の内容にね全然ケチつけないから、ほんといい、ありがたやって感じ。すごいね、これちょっと見て、クラゲのあれみたい、ヒラヒラしてるとこみたい。ぶんちゃん欲しいね。ほら、ぶんちゃんほんとジャーキーに敏感だよね。ぶんちゃんちょっと後ろ行ってくれる？
プロかって。ぶーちゃんいくよ。ちょっとこれもあの一口ね食させていただきますね。こと、うん、うん、筋だわ。遠くにね、遠くにターキーって多分七面鳥って食べたことあんのかな、わかんない。ちょっと七面鳥の空気かはわからんけど、とにかく遠くに七面鳥を感じる。うん、ターキー美味しいね。結構でもね、結構素朴、全然ね、馬の灰は結構ね味があったんだけど、これはねすごいね、なんか私は筋ですみたいな感じ。食べてみようか。ちょっとこれ大きいかもしれないから、あのかじる形式でいこう。いいよ、かじれる。そう、筋だからなかなかかじりにくいかも。おっ、ほら筋が残った。おお手が抜けそうだわ。ほらこれ筋すごいね。あとでハサミで、ハサミで切って食べた方がいいかこれね。あ、でも筋もね、なんか味わってるから歯磨きになりそうだね。歯の間の前歯の隙間の、うわ奪われた、奪われちゃった。美味しかった。ちょっとカスが残ってるんだけど、姉ちゃんの手に。ねえねえ、ちょっと残ってる。ほら残ってるよ。おりっこどうだった、美味しかった。これターキースジちゃん、ポケアティーノだっけ、ポケティーノ、美味しかったね。ほら期待に満ちた目で見てる。でも今日結構おやつ食べたから、もう今日はね終わりにしようね。あとは摂写カメラでねちょっと見てみよう。おまけでジャーキーのね。じゃあ文ちゃんでした。でチンアナゴ3兄弟引き裂かれたんですけど、まあ、一本一本の寿命はね、3匹に分散したことで楽しまれる期間は伸びるでしょう。はい、ブンちゃんでした。バイバイ。はい、こちらは摂写カメラで映るカツオです。この辺綺麗だね、芸術みたいな。美味しそう。ここでね奪おうとしてるね文太さんがいます。ふじゃもう食べたからね。めっちゃ可愛い顔してるんだよ。めっちゃ可愛い顔してるけどぼやけててお花しか見えません。こちら馬の灰です。ほらちょっとウッドチップっていうの、木みたいだよね。でもねうちは一番おいしいと思った今回の、でねこちら、こちらはターキーの筋でございます。筋って感じがしますね。ジャーキーフェチの方にはたまらないのではないでしょうか。これは文鳥の毛ではなく筋です。